皆さんおはようございます。夢の国の住人です。8月15日木曜日になります。今日はですね、ディズニーランドの入園待ちの様子と、後半ですね、ディズニーシーの方もちょっと見に行こうと思います。で、両パークの様子今日はですねお届けしたいと思うんですが、今日僕ですねインパするので、ちょっと編集の時間の都合上ですね、いつも喋ってる言葉、字幕出してるんですが、そちらは今日はちょっとなしでお許しいただきたいと思います。それではですね、こちらいつものように配置マップになりますので、初心者の方、位置関係わからない方ですね、こちらの地図参考にしてみてください。それではまずディズニーランドからお届けしたいと思います。駅側ハッピーエントリー駐車場側と見ていきたいと思います。はい、駅側ピクニックエリアの方に来ました。今時間がですね6時29分です。台風が結構近づいていて、明日は台風なんですよね。で、今日どうかなと思うんですが、こちらは今こんな感じですね。まあ、それなりにはいますね。今100人ぐらいは並んでるかなと思います。今日もですね、多分手荷物検査は7時15分か20分ぐらいに始まると思います。手荷物検査スタートしてからだいたい10分かからないぐらいですかね。5分ぐらいで手荷物検査今来てる方は通過できるかなと思います。6時31分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリーは今50人ぐらいですね。スロープにちょっとかかったぐらいが最後尾になっています。今ここに映っている方たちが全部という感じですね。まあ、これならですね、もう5分もかからず皆さん入れる状況ですね。6時33分駐車場側です。駐車場側もそこまではいませんね。一昨日と比べてちょっと少ないぐらいです。長さ的にはディズニーランドホテルのレンガのとこまで行っていますが、皆さん座ってますのでね、詰めたら10分待ちぐらいだと思います。手荷物検査スタートして今来られた方は10分ぐらいで通過できるという形になります。はい、ランドはですね、昨日あたりはまあまあ混んでたんですよね。で、一昨日も普通かちょっと空いてるぐらい、それなりに来園者は来てる状態です。で、やばいのが C なんですよね。昨日と一昨日凄まじい列で、今日はちょっとどうかなと思うんですが、で、今日僕インパするんですけど、まだちょっとどっち入るか決めてないんですよ。で、C があまりにもすごかったんでね、ランドにしようと思ってるんですが、今日 C 見に行ってちょっと様子を見て考えようと思います。ひんやりチュロスがどうしても食べたいんですよね。7時駅側です。こちらピクニックエリアの方ですね。こちらが先頭で、今一番奥のチケット売り場、昔のチケット売り場のところから少し折り返したぐらいですね。多分15分待ちぐらいだと思います。手荷物検査スタートしたら15分ぐらいで入れる状況ですね。今ですね、柵開けたので手荷物検査ゲート前までもうすぐ進む感じかなと思います。駅からの人は、まあ、それなりにこの時間にしてはいる方かなと思います。ただ今並んでる人数はちょっと少なめという感じですね。7時2分ハッピーエントリーです。結構増えましたね。100人ぐらいはいます。もうすぐ中庭の門に入るかなぐらいな状態です。で、こうやってですね、急激に増えるには理由がありまして、ちょっと豆知識ご紹介すると、こちらディズニーランドステーションに6時46分着というリゾートラインがあります。このリゾートラインはミラコスタとトイストーリーホテルの人を乗せて一番最初に到着するリゾートラインになります。6時46分ですね。で、このリゾートラインがつき始めるとハッピーエントリーが他のホテルからもたくさん来るので、
増えるということになりますね。最初に並んでいる方は、大体がディズニーランドホテル宿泊者という感じですね。でこのリゾートラインが来るよりも早く並ぶとハッピーエントリーの中で前の方に並べるということになります。今現状ですね、そこまで早く入る、イベント等がないので、ハッピーエントリーは少なめですが、これからハロウィンとかですね、クリスマスになるとハッピーエントリーの人数かなり増えると思いますので、6時46分覚えておいてください。7時5分駐車場側です。今だいぶ増えてきましたね。ここ1時間待ちの立体駐車場のところです。それでただ座ってる方が多いので今40分待ちぐらいだと思うんですが、こちらの日向に並ばずにこちらの日陰に並んでますね。まあ暑いからしょうがないですけど、この並び方は詰めてくれって言われちゃいますよね。じゃないと大変なことになるので、列の長さがですね、今最後尾一応ここでプラス日陰にこれこう並んでますね。こういう感じでここが最後尾です。なので、事実上もうちょっと後ろぐらいが最後尾という形になります。お盆期間はですね、やっぱり遠方の方が多くて、駐車場側の方が混みますので、僕は駅側に並ぶことをお勧めしています。駅側の方が早く入れますね。これは間違いないです。で移動がですね、わからない方はこちら参考にしてください。地図出しておきます。緑の三角矢印に沿って移動していただくと、駅側の方に駐車場側から移動することができます。はい、ちなみに今ですね、気温29度の湿度 87% ですね。いやそりゃ日陰に並ぶか。もう太陽すごいですからね。空は綺麗ですが画面上ですね、現場は激アツという感じです。7時22分駅側です。こちらピクニックエリアです。長さはそんなに変わっていませんね。7時15分に手荷物検査スタートして今入り始めています。今来園されたらですね、15分待ちぐらいですかね。多分そのぐらいで手荷物検査通過できますが、こちら6カ所新ゲートも開いたので駅側の方を入れています。こちら行った方が早いですね。ここですね、ここ全然誰もいないんで、今行ったら 2,3 分で入れちゃいますね。それでちょっと豆知識なんですが、両方行けたらですね、ピクニックエリアと6カ所新ゲート両方行ける場合はこちらの6カ所新ゲートに行った方が早く入れます。ほぼほぼ 95% ぐらいこちらの方が早いですね。こちらです。でたまにこちらの方が早い時ありますけど、まずありません。今もこちら並んだら15分待ち、こちら行けば、3分ぐらいですねで入れるという状態になっています。両方入れる状態だったらこちらの6カ所新ゲートの方に行ってください。で駐車場側は今日並んだら、今並んだらですね、もう 3,40 分待ちだと思うので、もう断然ここが今早いということですね。はい、今6カ所新ゲートこんな感じですね。3分も待ちませんね。もうすぐ手荷物検査受けられる感じです。ハッピーエントリーはいませんのでスルーします。もう駐車場側流してきてますね。今駐車場側の列の方を、キャストさんが先導してハッピーエントリーのゲートに案内しています。7時27分駅側です。立体駐車場から出てくる方そこまでいませんね。で最後尾がここです。通常でしたら40分待ちぐらいの長さですが、ハッピーエントリーのゲートから入れ始めているので30分ぐらいあれば入れるかな。もしかしたらもうちょっと早いかもしれません。そんな感じですね。それでもですね、断然6カ所新ゲートですね、駅側の6カ所新ゲートが早い状態です。7時30分駅側6カ所新ゲートです。まだ全然いませんね。もうここが今最速のゲートです。それで手荷物検査スタートしたので、まあこれから先ですね、来てる人数と、まあ、その辺考えて列はこれ以上はちょっと伸びないかなと思います。
なのでそろそろちょっと移動してディズニーシーの方見てこようかなと思います。7時56分入園ゲート前ですね。やっぱり少ないですね、今日かなり少ない状態だな。ランド行こうかな。一応入園時間お知らせしときます。ハッピーエントリーが8時30分、一般が8時45分、入園開始になると思います。それではディズニーシーにちょっと移動します。ダッフィーの1日券買ってみました。それでは行ってきます。ディズニーシーステーション到着です。それではノース側から見ていきたいと思います。8時7分ノースゲートです。手荷物検査待ちのエントランス、ここはもう満帆ですね。満タンでリゾートラインの右側、こちら外にもう並んでます。で昨日おとといよりは今のところマシですが、あと30分ぐらい手荷物検査スタートしないので、まあまだ全然伸びると思いますね。今日もシー混んでるな。ランドだな。僕はランドインパに決めました。こちらノースゲート最後尾ですね。列が幅が広い。これはまあもう1時間待ちぐらいかな。まだリゾートラインの駅までは少し距離ありますが、あと30分したらほぼほぼここ埋まっちゃうんじゃないかなと思います。ではサウスゲートを見てきます。8時13分サウスゲートです。サウスゲートもエントランスから溢れて外に並び始めてますね。こちらもですね、昨日おとといに比べれば少ないですね。どのぐらいすごかったかですね、おとといの様子こちらで見れますので、もしよかったら見てみてください。今最後尾ここですね。ここです。まだだいぶリゾートラインの駅までは距離はありますが、外に溢れている状態です。あと30分20分ぐらいか、あと20分ぐらいでどこまで伸びるかって感じですね。一回駐車場上に来てみました。こちらエントランス満タンで最後尾が、ここですね。ここが最後尾になってますね。だいぶいるな。残念だな。ひんやりチロス食べたかったな。まあちょっと今日はこれだけいると厳しいんで残念ですが、ディズニーランドの方にインパして楽しんでいきたいと思います。8時35分ノース側です。短くなってる？あれ短くなってるな。あーさっきあれですね、座ってる人が結構エントランスにいたんですね。で立って詰めて列も詰めたので、ここが最後尾ですね。ちょっと溢れてるぐらい。ここならギリ1時間かからないかな。50分ぐらいあれば入れそうな気がしますね。モースゲート最後尾今ここです。で今もうすぐですね、手荷物検査もスタートになるはずです。ハッピーエントリーが入園し終われば一般の手荷物検査スタートしますので、そろそろ一般の手荷物検査もスタートするはずです。スタートすればさすがにちょっとここ以上は伸びないかなと思います。ちょっとチェックが甘かったですね、すいません。結構詰まったので、今ノースゲート1時間ぐらいの待ち時間、もうちょっと早く入れるかもしれない状態です。リゾートラインからはほぼほぼサウスに向かってますね。ほぼほぼサウスに向かってます。8時37分手荷物検査スタートです。サウスの最後尾はもう駅出てすぐですね。ここサウスはめちゃ混んでるな。ノース行った方が全然早く入れますね。これはもう1時間以上軽くかかります。多分1時間20分ぐらいかかるかな。ノースの方行けば1時間かもうちょっと少なめの50分ぐらいで行けそうな感じです。
今8時45分のサウスゲートです。サウスゲートも一気に詰まりましたね。こちらもかなり座ってる方いたのかな。いや見た感じいなかったんですけどね。だいぶ詰めたのか、一応列なくなって、今ギリギリエントランスのところの最後尾ギリギリ並べるぐらいですね。もうちょっとで外出ちゃうぐらいなところが最後尾です。ということはこちらも45分ぐらいあれば手荷物検査通過できそうですね。ちょっといろいろ情報が錯乱して申し訳ないんですが、サウス45分ぐらいの町で、ノースが50分ぐらいの町になってますね。ただ手荷物検査はスタートしたので、まあこの辺が最長かなと思われます。今日の最長はこのぐらいということですね。それでは本日のまとめです。ディズニーランドとディズニーシー両方見てきました。いかがでしたでしょうか。ディズニーランドの方はですね、駐車場側がちょっと混んでるなという印象多少ありましたけど、まあ、トータルで見たら混んでる印象はないですね。ディズニーランドの方は結構空いてる方なんじゃないかなと思います。なので今日僕はこれからディズニーランドの方に移動して編集終わり次第インパしようと思います。でディズニーシーの方は最初エントランスの外にかなり人はみ出てたんですが、詰めたらですね、エントランス、ノース側、サウス側両方ですね、エントランスいっぱいぐらいが最後尾という感じでしたね。そうすると、両方ともまあ1時間はかからないぐらいで手荷物検査通過という感じになる状況だったと思います。昨日、一昨日に比べたらちょっとだいぶ減ったかなという印象はありますね。と言っても混んでますけどね。はい、そういう感じで今日はお届けしてまいりました。台風の影響があるのかなと思います。明日台風で東京名古屋間の新幹線はもう運休決定してますからね。帰れなくなるから行けないなんていう人も結構いたんじゃないかなと思います。お盆終盤のパークの様子はこんな感じということになります。それではですね、まあ暑くて大変ですが、皆さんも楽しいディズニーライフを送ってください。僕も今日楽しんでこようと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。